毎度ドクターキャピタルです。音楽博士や坂井にドクターやね。今日はチャットモンチーのひらひら開く秘密の扉を歌ってみたいと思うねんけどな。もう前から思うんやけど、チャットモンチーはとにかくパンク魂そのものの衝撃的なサウンドや活力と作曲技術の繊細さとのバランスがほんまにすごいなって。だってひらひら開く秘密の扉のイントロ、このコードはおしゃれやろ。なぜならば、普通のロックの曲やったらこれラミラのいわゆるパワーコードを弾くんやけど、ひらひら開く秘密の扉はラミソやねん。ラがオクターブ同士じゃなくてラとソのな、メジャーセブンスやねん。ロックやのにこんなおしゃれなジャズコード使ってはるで。そしてコード進行がな、 A メジャーセブンから F メジャーセブンっていうのもすごいわ。まるでボサノバ作曲家ジョビンのウェーブみたいやん。Triste viver na solidão 抜け出せない迷路の中。ほんでここから話がちょっと難しくなるけど、A メジャーセブンズと F メジャーセブンズのルート音が3度離れているのにメジャーセブンズ同士っていうのが一つのキーの中ではありえへん話やねん。4度離れたルート音やったらメジャーセブンズ同士はありえるけど、3度離れた場合は英語で言うクロマチックメディアント進行と呼ばれていて、ほんまにレベルが高い難しい音楽理論になるんや。もうクラシックのベートーベンやワーグナーの世界や。それがこの曲、ひらひら開く秘密の扉やねん。それでは聴いてください。回り回ってまたスタート、きっと最悪も最高もワンプレートでやってくる。深夜2時を回ってメランランと非常事態、一旦旦とこの想い吐き出しそう。ひらひらと開いて秘密の扉、サクサクと咲く内緒のつぼみ、アスファルト持ち上げて日の目を見る日は生まれたての日。ビリビリ破れた勇気の旗もむざむざとたどる、戻れぬ過去も全部捨ててこの目で日の目を見る日はどこにもない日。忘れてなかった走馬と巡る、誰でも一つや二つは秘密をお腹に隠しているの。深夜4時も回ってチリリンと非常事態、一二の三でこの殻を抱い出そう。ひらひらと開いて秘密の扉、サクサクと咲く内緒のつぼみ、アスファルト持ち上げて日の目を見る日は生まれたての日。
ボロボロで戦うリングの隅チリチリと燃やす裸の命平凡を振り払い手に入れたいのは眩しすぎる日朝は起きるだけの朝じゃない、夜は眠るだけの夜じゃない、あくびする細胞の粒が金の根を待ってる、カラフルに重なるクレヨンみたく鮮やかに生きるだけ、ひらひらと開いて秘密の扉、サクサクと咲く内緒のつぼみ、アスファルト持ち上げて日の目を見る日は生まれたての日、おめおめと泣いても終わらぬ雨、しらじらしらけても変わらぬ日々、今拳突き上げて日の目を見る日はどこにもない。Yeah.